こんばんは、皆さん。プレアというのベルちゃんと梅ちゃんです。はい、これ使って。梅ちゃん、そういうことしない。するよ。やだよ。かわいい。かわいすぎる。やばいって。めっちゃかわいくない？めっちゃ私。じゃあ、前髪ちゃんと出して。うわっやばい。待って、ということで、はい、もうすぐクリスマスだよね。はい。で、私たちはね、うん、クリスマスあまりやらないんじゃない？クリスマスいらない。だけど、今回は今年クリスマスやると決めてる。あ、もう YouTube のネタってことね。まあ、そうだけど。あ、普段はやらないけど。そうそうそう。今年はどうしてもやります。OK。でも言ってたよね、ベラちゃん。10年前からさ、クリスマス、うん、クリスマスツリーがないの。おかしいおかしいってね。そう、クリスマスは、うん、クリスマスツリーがないとクリスマスじゃないからね。そう、みんなと一緒はつまんないんじゃない？そうね、みんなと一緒はつまんないから、スプレーアートのクリスマス、うん、スプレーアートのクリスマスだから、自分たちのクリスマスツリーを作りましょうか。 OK、うん、いいですか、はい、まあ、そのためにね、初めてのクリスマスだから、うん、借金の、うん、100均のクリスマス買ったけど、100均は100円だから100均って言うんで、これ300円するよ。あ、300均300円。でもうちはさ、猫がいるからさ、多分ね、昔俺うちもやってたんだよ。あ、そうなの？長野でも実家でもクリスマスツリーやってたんだけど、ちっちゃい頃はね、うん、猫飼ってから全部取られるからさ。そうなんだ。そう、猫飼ってる人あるある。アップルツリーがあったじゃん。何それ？私の家アップルツリー覚えてないの？覚えてない。アップルツリーでかいやつが。何アップルツリーって？アップリンゴってこと？リンゴ、リンゴの木だったの？リンゴの木って覚えてないの？あったーね、リビングルームに。あったリビングにやったね。あった完成です。 OK？ OKOK。 で、これ何クリップで止めようとしてんの？そうです。止まんの？あれ、日本人はどうやってやる？メキシコでそれを使うよ。あ、メキシコこれ使うの？使う。要はじゃあこの中に絵を描けばいいと、うん、そう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 、分かってるよ。まあちょっと近くにね、初めてだね、こうやってやるの、2人でね。うんうん、本当に初めての。かわいい、本当にかわいいな。どう？うん、天才。いいでしょ。あ、これでいいもんね。うん、簡単に誰でも作れるんです。そうだね。地球行きます。も書いてほしいんだけど。書いてる。違う違う、あそこ、それを使ってこれに書くの？そう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 。なんかユニバースっぽいよ。作って、いや、これでいいよ。違うよ。どこね、ホワイト、白、雪が積もる、これでいいってこと？雪を積もらせばいいからね。だけ？あ、めっちゃいいじゃん、ほら。あ、めっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん。イエーイ、そうそうそう、そういうこと。おいえーおいえー、オリジナルクリスマスツリーね。え、なんでなんでなんで、え、木緑、え、緑じゃないよ。はい、ない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 、え、え、
キモくなった。なんでキモくなったの。超キモい。へぇ、やめごめんごめん、超ごめんごめんごめん、うそ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 う、キモい、キは欲しくないんだもん。いいよいいよ、メロちゃん、うそうそうそう、キモいと知らなかったんだ。違う、アートだから何でもいいの。ちょっと待って、普通に綺麗なんだけど。普通に綺麗なのね。それはそう、ピンクは良かったね、やっぱり。はいはいはい、はい、こんな感じで、おお、ね、うん、そしたら、うん、どうですか。でかい、でかいよね。でもそんな感じどう。めっちゃいいと思う。まずこんな感じでね、うん、作りましょう。めっちゃいいと思う。あと100均いったらね、めっちゃ面白いものがあって、スノースプレーって書いてあるけど、うん、これどういうこと？スノースプレー、あ、ガラスにやるやつじゃない？はい。あ、そうだね、落ちるやつだね。あー、おー、うわー、あ、ちょっと待って、あ、やばい、わー、すごい、いたということで、はい、じゃじゃん、はい、あー、なんかこれ綺麗かどうか、うん、そしたら言えない。キモ可愛い、キモ可愛い、キモ可愛いだと思う。星は星、てっぺんの星は、まあ、オリジナルだからね。キモ可愛いクリスマスツリー、いや超可愛いと思う。なんで笑ってんの？何やねん。初めてのクリスマスリーこんな感じの、やばいね。気持ちの皆さん、楽しいかどうか、可愛いかキモいかどうか、コメントね、コメント残してください。ということで、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。じゃあ、バイバーイ。バイバイ。